この茨は、バラ科の落葉性の鶴性低木。野ラとも言う。日本の野ラの代表的な種。沖縄以外の日本各地の山野に多く自生し、枝に鋭い棘がある。赤い果実は、利尿や、便秘の治療に薬用される。和名の由来は、棘が多い木であることから、もともと有極の低木類のバラをウバラと呼んでいて、野生であることから、野がついての茨となったものである。 別名のバラとも呼び親しまれ、日本のバラの代表的な原種である。身近に見られる、いわゆる、野バラは、大半が本種である。古名は、うばらあるいは、うまらで、転じて、野バラになったとされる。イバラは、トゲがある、小帝木のバラ類の総称であったが、次第に特定植物の名称になった。学名マルタフローラの由来は、白い花を、棒状に、 たくさんつけるところから、ラテン語で、花が多いを意味する。日本の北海道から九州まで、国外では、朝鮮半島に分布する。山地の林園、原野、野原、草原、道端、河子に自生し、日当たりの良い山野の薮や河川敷など、かくの多い場所によく生え、刈り込まれてもよく放火する、雑草的な性格が強い。鶴聖落葉の低木。 日本を代表する野生のバラで、高さは1から3メートルぐらいになる。茎は半ツル製で、細く長く伸び、直立、または半直立でよく枝分かれして、茂みとなって繁茂する。普通枝には鋭い棘があって、時に棘のないものもある。高さ2メートルほどに伸びて、斜めに立ち上がるようになると、茎はしながれるようになり、他の木に棘を引っ掛けて持たれるようにして伸びていく。 トゲは表皮が変形したもので、溶液の元に一体付き、赤褐色で下向きに歪曲している。樹皮は肺褐色や黒脂色、若い枝は緑色か格子色。なりきになると樹皮は縦に裂けて白片となって剥がれてトゲはなく、若い幹にはトゲが残る。葉はバラカに特徴的な奇数上複用で補正し、小葉が2から4体。 5から9枚付き、全体の長さは10センチメートルほどになる。醤葉は長さ2から5センチメートルほどの楕円形、超大円卵形、卵形で、頂き醤葉は側小葉よりもやや大きい。葉塩には細かい巨脂があり、葉芯は薄くて柔らかくシワがあり、表面は光沢がなく無毛、裏面は軟毛が密生する。醤葉が付いている端区には、 南毛と小さな棘がある。傭兵の基部には、くし形の卓葉がつき、傭兵に合着していて円に細かい切れ込みがある。下記は初夏。円錐花状で枝の端に白色の花を棒状に多数つける。個々の花は、計25から30ミリメートル程度、白色の若干乱れた形の五弁柄で野手があり、花びらは先端が浅いハート型の凹んだ丸型で、 優しい方向がある。おしべは黄色く多数つき、めしべは膠着して一本になった花柱が花の中央に立つ。柿は秋で休憩で、硬い果実が結実し、赤くこなして目立つ。偽実は、学頭が肥大したもので、直径6から10ミリメートルの休憩で、先端には学片が残る。花皮は薄くて硬く、艶があり、 その中に5から12個の痩せ花が入っている。落葉語も、冬まで果実は残っているが、やがて黒く変色する。当芽は、単枝の先端につく仮長芽や、側芽が五成してつき、形は、小さな円錐型やイボ状で、4から6枚のガリンに覆われる。落葉語の葉根は、細長い三日月状か、横線形をしていて、遺憾タバコンは3個あるが、不明瞭。 道端にも多く出現し、トゲが多いので、雑草としては嫌われる。刈り取っても根本から放芽し、根絶は難しい。除草剤はよく効くほか、小さいものは根ごと掘り返して対策する。春の発芽前に、昨年生の切り取った枝を挿し木で繁殖させる。小枝が多く出て、やぶになるので、混雑したら、剪定して短く仕立てあげる。 各種バラの品種改良に使われ、園芸品種にふさざき性をもたらした基本原種である。園芸用バラ類の継ぎ木の代木に使われ、代木として重要である。挿し木したものよりも、未生の方が良い代木になると言われている。花は、方向があり上流して、香水の原料にするほか、花材としても使われ、実もリースなどに使われる。 赤く完熟した果実は甘みがあって食べることができ、また薬用にもなる。果実には、マルチフロリン、クエルセチンラムノグルコシドなどのフラボノイドとリコピンを含んでいる。マルチフロチンは少量摂取しても肝下作用があると言われている。また、利尿作用もあると言われている。果実は、エイミと称し、シャゲ薬、利尿薬になり、日本薬局型にも記載され、 漢方薬として用いる。えいみとは赤い星の意に由来する。果実は落葉し始める10月頃に採取した青み型小を残り完全に紅れ熟しない半熟のものが良品とされ、天日干しで乾燥して仕上げる。民間療法では、便秘に、え実つついた治療にから 10g を水400から 600cc で煎じて3回に分けて服用する、用法が知られている。ただし、 腹痛や激しい下痢を引き起こすこともあり、容量には注意が必要となるので、はじめは少量からはじめ、効果を見ながら増量する。腎臓や、か気の不臭には、一日治療3から 5g を、水 300cc で煎じて、2から3回に分けて分布する用法が知られる。栄術エキスは、おでき、ニキビ、腫れ物に効果があると言われていて、化粧品成分に利用されている。 皮膚の保護作用、修練作用、抗酸化性、微白性、保湿性、皮膚細胞の活性効果を持つ。民間療法では消炎作用を利用して、ニキビ、腫れ物に前期の腺液を冷ましてから使い、患部を洗ったり、ガーゼなどの布に含ませて、冷湿布するのが良いとされる。の茨の花言葉は素朴な、可愛らしさである。古くはうまらあるいは、うばらと呼ばれ、 風土期と万葉集に登場する。道のべの馬らの末に、シャホ豆の絡まる君を離れかいかむ、上太鳥、万葉集巻24,352、馬らの先に這いつく、豆のように、私に絡みつくお前を、振りほどいてまで行かねばならないのかの意味である。馬らと茨は、同じ語の異形同士で、魚を意味する、うおよ、などと同様、う。 マイナスの形とイマイナスの形が並存していたものと考えられる。また、魔行と馬行の交代は、現代語、寂しいなどにも見られる、珍しくない現象。ありがとうございます。